さあ、先ほどご紹介しましたジュニアサッカーを応援しようではですね、小中学生の育成年代を中心に取材しているんですが、最近の子どもたちにはゴールキーパーの人気が非常に高いということなんですね。これはちょっと意外ですよね。僕らの時はゴールキーパー人気なかったですからね。そうなんです。あんまりなかった。私がサッカーを見てる世代としては、うん、ゴールキーパーはすごいっていうイメージだけど、やっぱその前の時代はあんまり太った子が多かったね、本当に。へー、うん、なんでやっぱりあのゴール守れそうやからじゃない。あ、面積、幅、幅、面積的にそんな単純な話なんですね、うん、でも当時やっぱ動けるデブも多かったから。あ、そう、うん、実際能力の高いデブがやってた。あ、そうなんですね。うちのチームも、うん、多数怪我するのデブうちのね、山本くんっていうキーパーやったんけど、デブの、まあデブ誰山本くん、すぐ怪我してた。でも山本くんデブやから。なんで転ぶってこと。転ぶの、転んだ時に足すぐグギってなるの山本くん。ただ動けるデブやから。あ、すごいの山本くん。動くんだ。うん、だからすぐ足痛いっていうの、山本くん。よろしくお願いします。ありがとうございます、山本くん。ぜひこちらに来ていただいて。お願いします、はい、ただですね、そんな近年はですね、ゴールキーパーの重要度はどんどん上がっていまして、はい、フットボールチャンネルが配信したビッグセーブは最後の手段、うん、ドイツが優秀な守護神を輩出し続ける理由、ゴールキーパー大国の理論的整理という記事の中では、うん、ゴールキーパー大国でもあるドイツではゴールキーパーのステータスが非常に高くてですね、子供たちの憧れのポジションとも言われているそうなんですね。まあ、それだってやっぱカーンでしょう。やっぱオリバーカーン知ってる？知る？わからない。うそ！オリバーのところのカーンさん知らん？知らない。あの有名なあのゴールポストにこうやってガーンなったん知らん？なんですかそれは。わあ、ジェネレーションギャップにびっくりや。ゴールキーパーのゴールのゴールポストに横の幅？何を言ってんだよ。それのことをオリバーカーンって言ってんじゃない？難しすぎるやん。横の幅オリバーカーンじゃないよ。じゃあオリバーカーンというのはドイツの守護神で何年も君臨してきたスーパーゴールキーパーですよ。ほんでワールドカップでね、決勝ですから確か負けて悔しくてゴールポストにもたれかかってたんですよ。オリバーカーンがこうやってポストに、それがもう絵になったのよ。CM とかにも使われてましたよね当時。あ、まだ生まれてないんかな、ひょっとしたら。どうなんですかね。何年ですか。2002年やから。全然生きてるやん。生きてるやん。全然平気ですね。全然平気やんか。いや、おったのよ。ちょっと私調べよう。ま、今までの多分史上ナンバーワンって言ってもいいんじゃないかな。オリバーカーンっていうゴールキーパーかっこいいな。またやっぱドイツなんですね。それがドイツですよ。はい、さあ、そしてですね、フットボールチャンネル恒例の編集部フォーカスではこんな記事が話題になりました。こちらです。はい、じゃん。90分あたり1失点を下回るキーパーも J1 ゴールキーパー通算防御率トップ10よ。ありがとうございます、はい、こちらになりますが、うん、こちらはですね、 J1 通算で5400分の出場時間を超える選手の中で、うん、出場時間と失点数を割って90分あたりの防御率のランキング化したものなんですね。ではまずは10位から4位までのランキングをご覧ください。はい、こちらになります、うん、6位のシジマール選手以外が現役選手となっていまして、先日のワールドカップアジア最終予選の日本代表に選出された西川選手と林選手もランクインしています、うん、ここまでで梶原さん気になる選手はいらっしゃいますか？いや、それはもう世代ですわ。僕またこれごめんなさい、シジマール選手ですね。シジマール選手、シジマール選手もすごかったよ。知らんか、名前だけしか知らない。腕が長いのよ。あ、やっぱ手足の長さって大事やし、ね、もうシジマール選手は尋常じゃなかった。もうみんな真似してた。ほんで腕の長さを、うん、山本君もむっちゃ短いのに腕でもシジマールの真似してたわ。シジマールってもうすっごい揺らすんですよ確か、こうやって。なそれはな、もうだからプレッシャーをかけるか、ね、だから PK とかもう決められる気せえへんと思う。ドキドキしそう。ずっとこうやって、山本君も真似してずっとこうやって。長さ違う。で短いから、で蹴ったと飛んで足痛いってすぐ怪我するし、山本くんがなかなかダメでね。シジマール選手は僕はやっぱ思い出のキーパーですね。そうなんですね。では続いて3位の選手はこちらです。ガンバ大阪の東口正明選手です。
ありがとうございます。なるほど、素晴らしいですね。東口、はい、東口選手は2009年にアルビレックス新潟でプロデビューしてから記事を配信するまでの通算179試合で189失点となっておりまして、うん、防御率は 1.06 を記録しています。すごいね。すで、はい、に日本代表でも、まあね、常連の選手でもあるんですね。あ、うん、さあ続いて2位に行きます。じゃーん、横浜 F マリノスの榎本哲也選手です。さあ33歳になる榎本選手は横浜 F マリノスで2002年にデビューしてから通算231試合で231失点とぴったりですね。ぴったりやね。なっていまして、防御率は 1.01 を規定記録しています。なるほど、なんて記録しています。キラキラテープしてるって何記録してるってことね。はい、そうですね。マリノスはですね、中澤選手を中心に守備の硬さが武器でもあるんですけど、クラブ一筋の榎本選手の貢献度も大きいだろうとのことですね。あ、すごいですね。中澤選手もまだ現役ですか、うん、そうですね、まだすごいなやってますね。長いな、長いですね、中澤選手。長い長い長い、もう俺は、うん、もうあの中学の時からやってんじゃんか、中学高校の時もやってるんじゃないかな。ずっとチームに、ね、ずっと黒いよね、うん、そうなんですか。ずっと黒い、もうブレない、黒みがブレない。ずっと焼けてるってことですか。もう本当に松、出てこない、じゃなくて、タタ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 、松崎しげるさん、松崎しげるさんと中澤さんはブレない。もうずっと中澤さんがですね、中澤さんもそうやし、中澤さんが黒いですね。松崎しげるさんも多分日本一黒いねんけど、はいはい、びっくりしました。榎本さんが黒いのだと思いました。榎本さんは違いますよ。真っ白ですよね。榎本さんはもう本当にいいお父さんな顔してますけども、東北っぽい。松崎しげるさんは歌手です。そうですよね、はい、あの方と中澤さんは全くブレてない。本当に中澤さん、私もいつも黒いなって思います。いつも黒いでしょ。でもあれはヒサロですよね、絶対。あれはもうヒサロです。そうですよね。まあ僕もそれ知ってるわけじゃないですけども、ごめんなさい、言わせてください、あれヒサロです。そうですよね。松崎さんも始発始発で帰ってきてヒサロです。大阪から始発で帰ってきて、多分ヒサロ行ってます。ヒサロ行ってますよ ね。私も思ってました。何の話でしょうね。さあ行きましょう。一番黒い流行る第1位は、違います、違います、違います。ゴールキーパーの話です。流行る第1位は、はい、元ジュビロ磐田のバン・ズアム選手です。おバン・ズアム選手、おめでとうございます。どんなもんなの防御率は。はい、オランダ選手のバン・ズアム選手はですね、ジュビロ磐田の黄金期と呼ばれていた2000年から2003年に在籍しまして、うん、74試合出場の66失点、防御率 0.89 となっています。まあでもあれか、若干試合が少ないのかな。少ないのはありますね。その辺若干ズアム選手ラッキーなとこじゃないですか。そうです、ね、さっきだって100何十試合とかでしたもんね。200何試合もありますもんね。まあでもすごいです。そうですね、現在ジュビロ磐田にはポーランド人のゴールキーパーカミンスキー選手が在籍していますので、うん、バンズアム選手の不敬はしっかりと敬服ね。不敬って何、不敬参観みたいなこと。お父さんお母さんってこと。ズアム選手のズアム選手のお父さんお母さんはってこと。どういうことだろう。どういうことかな。漢字苦手なんです。いや知ってるよ、もうもうでも確認しましたよね、さっき。いや逆にあれを不敬って読めるのがすごい。私さっきでも敬服ってさっき読めましたよね。え、そんな言い訳いらんねん。間違ったもん間違ったやん。すいません、敬服を不敬はおかしいやろ。敬服、バンズアム選手の敬服はしっかりと受け継がれているんですね。そうですか。あの時代のジュビロはね、本当に強かったですね。そうです、ね、もう七海選手がもうバリバリ、七海さん、はいはい、あと権中山選手がもうバリバリの時ですから。わお、もう七海選手のあのやっぱりレフティーはもう良かったですよ。七海さんは私でも知ってます。知ってるよね。今も監督されてますけども、はい、さん当時やっぱり心強かった。あの方のフリーキックとかコーナーキックの精度の高い、キックはね、やっぱり最近じゃあんまりああいうタイプのレフティっていないですよね。今で言うと、今で言うと強いて言うならレフティでしょう。誰、いや本田圭佑さんは違うでしょ。本田選手はああいうタイプじゃないんで、うん、俊介さん、
いないですよね。だから俊介さん以降いないんですよ。俊介さんって俊介さん大好きっていうアニメしてる？知らない。あ、まあまあこの話はええわ。かぼちゃワインやん、ね、怪しいですね、まあ、なんか出てこない出てこないな、うん、俊介さんが。ああいう選手出てきてほしいね。そうですね、私も見たいです。今の世代でファンタジスタ、うん、はい。さあ、ちなみに梶原さんは選手としてプレーされていた時はやっぱいいゴールキーパーはやりづらいものなんですかね、攻撃陣としては。いや全然やりづらいですよ。そうなんだ。やっぱり僕らのレベルでやってた時ってそんな、まあ J リーガーの皆さんのような高レベルではないですが、僕が見ててやりにくかったのは出てくるセンスがいいゴールキーパーはやりづらかったね。タイミングとかがごっつい絶妙なところで出てくる。本来1対1になるはずやのに1対1になる前にブワー出てきてボールカットされたりとか。わお、センスが。今でもありますよね、すっごい走ってきてめっちゃ前に出てきて止めるとか。そうそうそう、そういうのが僕らの時代にもおって、すごい足速くて背高くて足速いみたいな。あ、壁が走ってくる感じですね。そう、でも山本くんは足が遅くてもう前に出てきても全然止められへん。3回目ですよ、山本くんは。山本くんは本当にもう全然ダメやったやばいじゃないですか。もうなんせ前に出るセンスがいいゴールキーパーやりづらかった。僕はフォワードやってたんで。あー、じゃあもう、うーん、やっぱそうなんですね。はい。さあ、ジュニサカ編集部によりますと、日本ではまだまだゴールキーパーを育てるコーチが少ないということで、うん、育成レベルでは課題ともなっているんですが、はい、チェルシーのジョン・テリー選手は元チームメイトのペトルチェフ選手を称える際に、うん、優秀なゴールキーパーはチームに勝ち点12から15をもたらすと語っているように、うん、重要なポジションなので、日本でもどんどん裾野が広がって優秀なゴールキーパーが育ってほしいですね。ねえ、なんとか後半疲れたけどセーフでしょ今のは、ね、裾野初めて見ました、この言葉。裾野、まああんまり日常使わないかな。人の名前にありそうです。裾野さん、裾野さん、いそうやね、うんうん、磯野さん、磯野さん、裾野さん、何の話しよう磯野さん、裾野さんやね。でもやっぱり川口選手とかもすごかったよな。川口さん、川口義勝さんですよね。だからもう数々 PK で止めてきたから。うーん、それも大事な試合で PK 止めるって、うん、神ですよね。神だから言われてたもん。神のって神って言われてましたよね、あれ。やっぱ守護神、守護神。そのバーに弾かれた時がっちりバーンって弾いて止めるやつやんか。バーンって。私川島さん、うん、川島さんって、うん、あの顔が怖いじゃないですか。まあ、基本俺も思ってたけどベースが怒りすぎやねですよね。でも、うん、あれのプレッシャーってありますよね。あの顔で PK でこう立たれたら、うん、うって思いますもん。鉄が前にあるくらいの勢いで思っちゃいます、まあ、コンクリートみたいな。でも完全に味方チームが攻め切っている時にディフェンダーがチラッと見た時にこんな顔されててもなんでってなるけどね。確かに、ずっと怒ってるやん。もうなんやねん、ずっとみたいな。なんか嫌なことあったんかなっていうぐらいでもああいう圧もいいですよね、キーパーならではですよね。本当にでもあの方も普段はものすごい温厚やからね。そうなんですか。ものすごいジェントルマン。ギャップもね。僕はまああの跳ねるの扉で番組やってる時にロケで一回一緒になったんですけど、はい、いいな。ものすごいジェントルマン。うわー、もうこんなん一切ない。そうなんだ、ギャップ。ギャップですよ、すごい。あ、西川選手もあれですよね。レギュラー、西川選手は、はい、レギュラーの、あ、違う違うの方ですか。入ってっちゃった。普段ジェントルマンですよ。違います。代表でこの前も戦っていた西川選手も、ゴールキーパー西川選手はそんなにうっていう顔はしないけど、試合終わった後の笑顔が素敵なイメージがありますけど。ああいいね、ああいうのキュンとくる、キュンとくる、うん、女子は落ちますね。川島さんは試合終わった後もブチ切れてるからね。そうなんですよ、うん、基本怒ってるから。基本そうなんですよ、ね、いろんなタイプのゴールキーパーがいるということで、はい、楽しいですね。はい、さあ、ゴールキーパーとして頑張っている子たちもぜひ頑張ってほしいなと思います。以上、ワールドサッカートピックでした。 F ちゃん TV。 さあ、はい、藤原さん、お別れの時間になります。お別れの時間って言いながら笑われたらごっつ嫌な気分なんねんけど普通悲しいからお別れの時間になりましたよ、ね、笑いながらお別れの時間ですね、失礼すぎるやろ
今日は結構いっぱい喋って。そうなんですよ、あっという間ですわ。もう1時間超えちゃって、あっという間ですね、本当に。いや楽しい話でした、いろいろと。すいませんね、逆にサッカーとは関係ない話とかもしちゃって。絶対また来てください。絶対また呼んでくださいよ、本当に。とっても楽しかったです。本当ですか。はい、小島さんはね、こればっかりでもキャスティングはスタッフが決めるからどうなるか分かる。でも私も結構言いますよ。あ、本当。早く来てほしいなとか。あら、言うの？来てほしいなとかさりげなく言います。さりげなく言うとってね。じゃあ帰り際ぐらいに、帰り際ぐらいに耳に入るところで頼みますよ、はい、ほんまに小島さんにかかってますわ。任せてください、頼みますわ。さあ、U16 日本代表はですね、配信される頃にはキルギスとの第2戦も終えていますので、だんだんと結果も見えてきてるんじゃないかなと思いますが、はい、ぜひ来年の U17 ワールドカップ進出を決めてほしいなと思います。皆さんも応援してください。はい、はい、では梶原さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。また来週。